受験生の皆さん、東京理科大学に新しい学科が誕生します。東京理科大学は理学、工学、薬学、経営学など全7学部を有する理工系の総合大学です。そのうち3学科だった先進工学部に新たに物理工学科と機能デザイン工学科が新設されます。先進工学部物理工学科は論理×応用の手法を学ぶことで時代がどのように変化しても対応できる力を養います。4つの研究領域で見たことのないイノベーションを創出して役立てる研究とそれに携わる人材の育成を目指す学科です。先進工学部機能デザイン工学科は QOL の維持を工学でサポートする人の体を助ける工学を研究していく学科です。基礎科学の成果の上にナノメディスン、ロボティクスなどをデザイン思考によって有機的に結びつけイノベーションを創出します。2023年4月新設物理工学科機能デザイン工学科、詳細はホームページで